可愛い自分を見てみたい。こんにちは、始まりました、川西美希です。今回はダイエット動画第4弾、最近やってるダイエット方法だったりモチベーションを保つ私なりの方法を紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということでダイエットを始めてから約2ヶ月にかかるかなっていうぐらいなんですが、やっと見た目に少しずつ変化が出てきました。で、今回は絶対にリバウンドしたくないので、がっつりとした食事制限は避けてて、でも食べる時は必ず素材だったり食べるもののカロリーやタンパク質の量、成分表を見るようにしてます。で、野菜だったりお肉とかはカロリーとか成分表が簡単に調べられるサイトがあるので、こちらをサイトを見て自分が食べるものがどんなものなのかちゃんと把握して摂取するようにしてます。で、これをすると知識も増えるし暴飲暴食も減るので、私的にかなりためになってます。まあ、レコーディングダイエットとか食べたものをメモしたりするダイエット、私は三日坊主なのでできないなって思って、せめて食べるものが自分の体にどんな影響を及ぼすのかとかを考えて食べるようにしました。で、ダイエット中だけど全く外食しないとか、あと甘いもの食べないっていうわけではないので、お店にご飯食べ行く時とかも結構注意して食べてます。で、付き合いとか友達と行くご飯とかはダイエット中でもある程度食べないとやっぱり失礼なので、食べるものを気にしつつ炭水化物とかは少なめによく噛んで食べて、帰ったら運動するとか半身浴頑張るとかマッサージ頑張るとか、次の日ご飯をねいつもより少なくするとか、一食だけ置き換えダイエットするとか気をつけてます。で、ダイエットを始めてから大きな食事制限はしてなかったんですけど、体重にあまり変化が見えなくて、ちょっとこのままじゃまずいぞって思って、この2週間は食べ物に気をつけてました。で、あと単純なジムだったりとか有酸素運動とかだとやっぱり食べてる量が普通の人より多いのか、このままのペースだと痩せるのあと3億年後ぐらいなんじゃないかなって思ってきて、 DVD を見ながらできる筋トレトレーニングを始めました。昔から持っていた DVD でザ・トレイシーメゾットっていう海外のダンサーさんが作ったストレッチだったり筋トレ法で、一緒にやってくれるのはもちろん、ムキムキの筋肉とかではなくて女性らしいしなやかな体に仕上げてくれるためのトレーニングなので、めちゃくちゃきついけど、やった次の日もう体に変化が出るくらい私的にとっても信頼してるトレーニングです。で、本当にね、もううわーってなるほどきついけど、トレイシーがたまに励ましてくれるし、二の腕のトレーニングとかも肩おかしくなるんじゃないかっていうぐらい痛くて、あ、もう無理、下ろしたい、休みたいって思うけど、一つのトレーニングが15分から20分ぐらいなんですが、その腕のトレーニング一度も下ろさないで終えた時、達成感がものすごくて自分を褒めたくなります。で、私が持ってる DVD は全身を鍛えるやつで、足、ウエスト、背中、お腹、腕、すべてのメソッドがあります。最初は大変なんですけど、やっていくうちに慣れてきて、自分の体が変化してるのが分かって楽しいし、激しくおやーって動くよりはインナーマッスルをじわじわ鍛えてるという感じなので、家にある程度スペースがあればできるからとっても重宝してます。で、私以前かなり本気でダイエットをしたのが約2年前ぐらいなんですけど、2年前に痩せて、そして2年間ぐらいかけてじわ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 10キロ以上太っていったので、この2年間じわじわ太っていったのがそんな簡単に痩せるはずない、そして楽して痩せれるはずないなって思って、やっぱりモチベーション保つのとか本当に大変だし、どか食いしたいな、外食したいな、炭水化物もバクバク食べたいと思うんですが、自分で太らせてしまったこの醜い体は自分でしっかりと責任を持ってダイエットをして健康的な体にならなきゃなと改めて思いました。で、前回のダイエット動画でダイエット順調ですかというねアンケートを取ったんですが、やっぱり皆さんモチベーションを保つのがとっても難しいと答えてくださって、これはね私も本当に難しくて、2週間に1回動画を必ず出すっていう約束をね皆さんとしていて、そして罰ゲームとかもあるからこそちゃんと続いてるっていうのはあって、私は特に外に出ることが少なくって、他の人と自分を比べることもあまりなく、部屋着はダボっとしたものを着てるので、この2年間本当にモチベーション低いままずっと生きてきました。で、気づいたら服入らないし、周りの人と自分を比べて、ああ私どうせ太ってるしなとか、太って自分が変わったなってすごい思うのは、まあ、もちろん見た目も変わったんですけど、思考、被害妄想が本当に激しくなりました。外に行って歩いてる時だったりとか、誰かと一緒にいる時とか、どうせ私のこと太ってるって思ってるんでしょっていうのがずーっと頭の中にあって、この考えって本当に良くないなと思い、そう思うくらいならもっと努力しろよ
って自分に活を最近入れています。で、太ってて思ったこといっぱいあるんですけど、とあるテレビ番組で海外のテレビ番組を放送してるやつがあって、100キロ超えの女性を痩せさせるっていう企画だったんですけど、この女性どうしたらやる気が出るんだろうって考えた時に、そのトレーナーさんは自分も太って女性と同じ大変な気持ちになってで、この状態から女性と一緒に痩せていくという、普通だったらとてもじゃないけど考えられない素晴らしいトレーナーさんで、でもね、そのトレーナーさん痩せてた時は本当にやる気に満ち溢れてて、サクサク動いたりトレーニング頑張ったりとかしてたんですけど、太ったら気持ちも怠け出して、寝ながらご飯とかおやつを食べるようになったり、トレーニングしたくなくなったり、トレーニングしてもすごく大変だからすぐやめたくなっちゃったりとか、やっぱり太るということは体に悪いことなんだなと思いました。やっぱ自分行く時とかもそうだけど、行ったらすごい楽しいのに行くまでが本当に大変だったり、長風呂する時も入ると意識が高まるし、ワオってなるのにそれをするまでが大変。きっとこれは私が太ってるからなんだなと思います。で、そもそも太った原因が動かないからで、動かないのに信じられない量食べて、それがこの体になって現れているだけなので、まずはめんどくさいとかそういうのを考えず、何も考えずに思ったことをパンと行動できるようにしたいと思います。疲れるから今まで履かなかったヒールとかも履いてみたり、ダイエット始める前は下着の締め付けが本当に嫌で苦しかったから緩いものとかを着てたんですけど、最近は補正下着だったりナイトブラをつけるようになったり、あと佐々木朝日さんとデヴィ夫人のコラボ動画でデヴィ夫人が下着とかはちゃんとキュッとしたものを必ずずっとつけ続けてますっていうのを言ってて、スタイルがいい人とかっていうのは日常生活の中で体を補正してるんだなってとっても感動しました。で、これを着るだけで痩せるとかそういうのはね信じないんですが、エステの人が使ってて、そのエステでは全然売ってなくって個人的にネットで買ったんですけど、補正腹巻きみたいなやつでお尻ぐらいまであるのを買って毎日つけてたりとか、補正下着とかも必ず背中の肉を前に持ってきたり、君のいる場所はそこじゃないんだよって言いながら時間をかけて呼びかけてマッサージだったり、こう正しい位置に戻してあげるようにしてます。で、あと最近はダイエットの本を寝る前に読むようにしてます。寝る前って結構イメージ力が高まるので、痩せた自分を想像しながら、あ、こういう自分になれるように頑張ろうだったりとか、トワイスのサナちゃんの動画を見たり、あ、ダイエット頑張ろうってイメージしながら知識とかを入れてってます。で、ダイエット情報ってネットでもたくさん溢れているんですけど、専門の人だったり自分の体験を本にしてくれてたり、必要な情報、気になる情報がギュッとなってるので、とっても見てて楽しいです。で、私は Kindle United っていうね、 Amazon の月額980円でいろんな本が見れるので、それを使って携帯で読んでます。で、最近読んでて衝撃的だったのがこの本で、この本書いてるの男性の方なんですが、この中に書いてあったのですごく衝撃的だったのが、肉とか魚って太りにくいとかタンパク質になるからいいって聞いてたんですけど、アメリカ、カナダ、ブラジル、ベトナム産のお肉はステロイドだったり抗生物質が入っているものがほとんどらしく、ステロイドや抗生物質が入っているものを投与された家畜は体が大きくなるそうです。なのでそれを食べた人間も同じで体が大きくなるそうです。で、これを知って本当に無知って怖いなと実感したので、これからね、いろんな本を読んで知識を高めていきたいと思います。で、私本を読んでるって言ったんですけど、実は、読んでるにはなるのかな、本を読むのが苦手な方でもできる方法があって、 iPhone の設定でできるんですけど、一般アクシビティスピーチというところを押すと、画面を読み上げっていうね機能があって、で、画面を読み上げをオンにすると本だったりネットとか、画面に書いてある文字を読み上げてくれます。で、勝手にページとかをめくってくれるから、私は寝る準備ができたら本を開いて Siri にダイエットの本を読ませながら寝てます。で、全然途中とかで寝落ちしちゃったりするんですけど、寝ながら聞いて気になったところは止めて自分でしっかりと読んでみたりとか、移動時間の時とかもそういう本を読むようにしてます。やっぱり自分一人の思考だけで生きてるとモチベーションを保つのは本当に大変なことだし、いくら綺麗な人を見ても、いや、こんな綺麗な人はどうせ元から細いし私には無理だよとか思ったり、モチベーションが下がるとやっぱどんどん負のスパイラルにはまってっちゃうので、本当に良くないなと思って、暇さえあればダイエットのことを考えるとか、ダイエットの本を読む、綺麗な人を見る、何も考えず動くようにするっていうのも最近は心がけるようにしました。やっぱゲームだったりアニメを見ること、ドラマを見ることだったり、バラエティ見たりとか、娯楽って本当に楽しいんですけど、もちろん娯楽をして自分が楽しくって幸せな気分になれるっていうのはあるんですが、でもその前に私にはやらねばならぬことがあると思って、最近はテレビ見てる時も足パカだったりとか、トレーシー流しながら足上げ運動とかやったり、マッサージしたりを心がけてます。
で今回は絶対に失敗したくないっていうことで、私的に罰ゲームとか設けたり、こうやって2週間に1回動画を出すとか決め事をしているんですが、でもやっぱりモチベーションが一番上がる時って、服が可愛く着れなくって、二の腕がボンってなって、お腹ボンってなって、顔が大きくて、全身を鏡を見てバランスが悪くてがっかりする時、細い人と並ぶ時、自分のことが嫌いになります。で私的に自分を嫌いにならないように生きるっていうのは結構大きな目標で、ダイエットが続かなかったり、やるって言ったことをやらなかったり、グダグダしちゃったりとか、自分のことが嫌いになるような行動を重ねることによって、どんどん自信がなくなってきます。で自信がなくなってくると、周りの人を僻んだりとか、自分なんてどうせとか思ったり、負のスパイラルに入りがちなので、それをなくすためにも、やっぱり YouTube やっててスリムで綺麗になって、あ、この人説得力あるなって思われたいのもあるし、あと大事なお仕事が入った時だったりとか、例えばデート行く時だったり、大好きなサナちゃんに会いに行く配達会の時だったり、そういう時に自分で納得のいかない姿で行きたくないなとすごく思って、いつ来るかわからないけど、その大切な日のために自信を持った自分になりたいと思って、モチベーションを保ってます。食べることやだらけることって本当に楽だし、私は典型的な三日坊主だから、ダイエットも続かなかったり、やるって決めたことも続かなかったり、自分のことを嫌いになるような行動を自分で取ってしまったりしてたんですが、もうこれ以上ね、嫌いになりたくないんですよ。本当に何をしても自信がない自分だったり、編集をしながら、うわ顔丸とか腕太とか、うわ首ごつとか、いやすごいなバキみたいじゃんとか、自分の体型を隠すような服だったりとかを着て、はあ今日も食べちゃった、うわーって罪悪感を持ったまま眠ってしまう自分だったり、このままこの生活をしてたら自分の心が死んじゃうなと思いました。やっぱり健康的な体である程度スリムになって、サクサク動けるようになりたいし、お腹だったり二の腕、足とかを気にせずに可愛い洋服もたくさん着たいし、何より可愛くありたい。やっぱり痩せてる時と太ってる時では可愛さって女の子全然違うじゃないですか。やっぱり自分を好きになりたい、可愛い自分を見てみたい、納得した姿で外に出たい、この気持ちがモチベーションを保つ方法かなと私は思いました。この可愛くなりたいっていう気持ちを大切にして、正直に生きる、可愛くなる、痩せるっていう気持ちをしっかりとこの心の中に埋め込んで、そして脳みそにも放り込んで毎日生きる。自分を変えれるのは自分しかいないので、モチベーション保てないよっていう方とか、ぜひ私と一緒に頑張りましょう。そして私はこうやってモチベーションを保ったよとか、こんな方法いいんじゃないかなって思う方いたら、ぜひコメント欄でね、皆さんに共有してあげてください。いつもコメントありがとうございます。絶対に女の子は可愛くなれるし、絶対に自分の力で痩せれる、私は痩せれるんだと信じてダイエット頑張りましょう。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。今回のアンケートは、自分の体のパーツでどの部分が一番気になりますか？痩せたい部分だったり、ちょっとここ気になってるなっていう部分、ぜひアンケートでポチッと押してみてください。この動画を楽しんでくれた方は、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、 ミキポンの自由帳、 TikTok もあるので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今日の洋服は、これ2年前くらいのものなんですけど、ナイスクラップのワンピースです。で今日のリップは、ベアミネラルベアブロロングウェアリップスティックゼラニウムです。これレビュー動画撮ったこともあるんですが、こんな感じのかなり唇に定着してくれて、つけやすいリップです。そして今日のカラコンは、いつもと同じワンデーアキビューディファインのサークル状のブラックです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。